土号練習というのをしていたと伺っておるんですけれども、はいはいはい、あのちなみに土号練習っていうのは健太郎さん、こう佐田さんどんなものなのでしょうか。あの佐田さんが、まあ、当時使われてたあの博多弁の、まあ、不良言葉というか、はい、そういうのを佐田さんが言われて、で僕らはこっち側に全員並んで復唱するというか、佐田さんが言ったことを言い返すみたいな。あ、そうです、授業みたいな。それ見たいですか。もしよかったら見たいですよね。おめえきせめどこ中へ、おめえきせめどこ中へ、何見ようてきせめかな、何見ようてきせめかな、ボテクリ回したろうかね、ボテクリ回したろうかね、今日はみんなありがとうね、今日はみんなありがとうね、お前らのこと愛しとうけんね、お前らのこと愛しとうけんね、俺と付き合っちゃな、俺と付き合っちゃな、嬉しかろうみんな。ありがとうございます。言わしたの俺、言わしたの俺言わなくていい、分かってる、言わしたの俺、素敵でしたよね、みんなが嬉しいかなと思って俺言わしたったね、博多弁でこの皆さんにね、ちょっと照れとったよ、なんかお前のこと吸い取っちゃうね、照れとってないかお前、照れてねえし別に照れてねえし、ちょっとお客さんの方見て言ってる時ちょっとどっから辺からおかしいと思った、どこら辺からおかしいと思った、いやそろそろ佐田さんが俺のこと見てきたんでそろそろなんかやり始めたね、目線が健太郎行くよ行くよみたいな目してましたよね。お互いへの思いをですね、せっかくなので作中でも正樹と厚成がねまっすぐにぶつけ合ってましたけれども、うん、改めてこう山田くんと健太郎くんにぶつけ合っていただきたいなと思います。ちょみんなの前で恥ずかしいと思うんですけれども、素直な気持ちぜひ聞きたいなと思いまして、お二人でマイク使ってぜひ、こんな機会二度とないと思うんで、はい、一生の思い出に残りますね皆さんね、これね、はい、ありがとうございます。恥ずかしいかもしれないですか。まあでもその山田さんにっていうか、もうみんなにも伝えたいんですけど、この人アキトばっか撮影してるんですよ、アキト、あの今田さんって。おう、で僕らほんの男ばっかで、現場も男ばっかでね、ね、そうです、だって俺の女やし。いやでも俺ら男ばっかでなんかちょっと寂しいっていう。ちょっと牛とかしちゃった。いや知らねえし。見た。熱い思いで全然思い浮かばない。いやでも俺は秋もいたけど本当にみんなとやれてよかったと思ってるし、俺は愛してるよ。いや俺もてめきんでこうやって主役っていう形でやらさせていただいて、本当はみんなのこと大好きだし、うん、みんなと一緒にやれたし、ゆきくんのことも愛してるよ。俺と付き合っちゃらん。いいよ。いいよ。カップル成立。ありがとうございます。何の話やろ、カップル成立ちゃうねん。思い浮かばない。さすが俺と付き合っちゃらん、ね、すぐに使うあの子は素晴らしいですね。いい付き合っちゃらんでしたね。いい付き合っちゃらんやった、博多の方から、うん、いやいいですよ、ね。